どうもボボビビーーーアトレザーのボビーです、えー、今日は12月の7日、月曜日ですね。一週間、新しい一週間が始まりました、ねえー。今日は97回目の放送です。それではオープニングムービーをどうぞ。 ボビー・アトレーザーのボビーです、えー。大阪のですね、ボビー・アトレーザーのアートリーから、えー、ライブでお届けしております。ね、えー、まあ新しい一週間がまた始まりましたね。ね、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ね、まあ,あの12月のね入ったら途端にもう世話しない、えー、毎日が続くと思うんでね、まあ,あまあ、隙間時間にねこの配信をねちらっとご覧いただいているかなと思います。 それかまあアーカイブでね、あの、例えば通勤の帰りとか、ね、えー、そういう時間にね、とか夜とかね、見ていただく方も多いと思いますし、えー、you で YouTube でもですね、えー、後で、えー、アップしてますんでね、えー、そちらの方でね、ご覧いただいている方も多いと思うんでね、えー、まあ、まあ今日もね <laughs> あの、いつものごとく配信していきたいなと思います。で、えー、昨日はですね、 久しぶりに、あの、万博記念公園、ね、まあ、しょっちゅう行ってるようなイメージがあると思うんですけども。おお、万博公園、記念公園に、行ってきました。イベントが、イベントっていうか、あの、まあ、今年五十周年かな、あの、七十年のね、万博から。で、まあ、あの、エクスポ七十のトリップツアーっていうのがあって、まあ、その日本庭園の、巡るっていうコース。があって、それ、まあ、抽選で、運良くね、え、ー でまあせっかくなんででまあこういろいろこうあのなんていう見て回ったんですけどあその時の,あの感じたことっていうのがあ、まあ、いろいろあってでそれで、えー、ちょっと、まあ、その話でもお話ししようかなと思いましてまあ内容はまあ,あ,あさておいてですねまあ普段、まああの季節ごとにね、えー、カメラを 持ってですねち、えー、ちょくちょくく行ってるんでも、ね、まあ同じところにいつも行ってるんですけどもただあやっぱこうな、まあナビとかナビゲーションとかガイド付きのよくツアーというのがねよくうされ開催されてて、まあ、そ,そんなにあの特に参加するうもこともないかなと思ったんですけどまあまあそういう昨日はちょっとスペシャルなですね、えー 内容があったんで,で、まあ、それでちょっと応募してみたんですけどもで、まあ、あのそ,それでですね感じたことはですねあやっぱりガイドさんがいることによってですね深掘りというかいつも普段見慣れてる景色とかあものとかあるじゃないですか場所とかそれがですねあのすごくこうまだ見え方が変わるというか「あそのへえ!」って思うことがあるんです、ね、そのガイドさんのお説明とかいうことがあってあ なるほどそれでこういう場所の名前なんやなとかこ,この松の木があるのはこういう理由なんやなとかねなんかねそういう深掘りっていうかあの奥深さっていうかそれをね肌で感じましたね。んなんかボビアトレザーでねこういうふういに えー、いつもね生配信してますけどもまあそういうことっていうのは非常に大事なよなと思いましたねその何ていうのナビゲーションしていくっていうか例えばまああの僕のこの革ジャンねこれが実今こう羽織ってる革ジャンはですね、えー、僕のファーストモデルファーストモデルっていうか初めて、えー、僕はですね、えー、革ジャンを作ろうかなと作りたいないつか作りたいなと思って、えー、手掛けた作品なんですね。 それをまあまあ十数年前に作ってまあ多少タイトルにはなってますけどねバッフであのーなんていうのないつかなんかやりたいなということを初めて形にしてこの時にあの手,手,手作りハンドメイドでねまあ僕らミシンとかでそんな機械を使わずに糸もほとんど使ってませんしまあこれは。 革ひもだけで、まあ、あのおやってるんですけどねやり方もよくわからず試行錯誤しながらまあまあこれをねもとにいろいろ作ってみて、まあ、これで手,手作りの限界当時はね限界を感じましたねあもうこれ以上超えたらあ結構きついなとかね <laughs> で。だけどもなんていうのなうんこれを作ったが作って初めて見えてくることも ありましたし、えー、なんていうのかな気づくこと、うん、あのそれとお楽しさね、うん、その先に見えるもの、こう作る時間は非常に、えー、まあまああの周りから見たら苦行のように見えると思います。<laughs> うん。ただ僕にとってはもうおやりたかったことですし、えー、すごくこう前のめりにな気持ちでねやってたんですけどね。 でまああの例えばこの文で僕とかやったらあ、まあ、これワニのねカフスにねワニを入れてるんですけども、えー、そういうふうな時にどういうふうにつけてみようかなとかいう感じもあったしあのー、なんていうやあとピッチあの糸と、えー、穴を開けるピッチとかあと組む順番ですよねそういうふうなことも おなんとなく肌感覚でね体験することなりましたし皮、うん、ひももねいろいろつこう皮ひもを何んですかカットした皮ひもですねこれ,これ鹿革ですけどそれを、えー、やっぱつないでいくわけですよ。やっぱこう、まあ、流されても、まあ、大体1メートルそこらぐらいかな、うん、あるかないかぐらいです。でそれをお、ねえー、つないで か,かっていくんですけどもその時にねえ適したあまあ接着ですよねうん接着方法とかあー接着剤とかねいろんなことをまあどこにもまあその教科書みたいなものないですしえ聞く相手もいませんからねえ僕なりにえ模索しながらですねあの構築していたんですけど。 まああのー、そのおかげでね、えー、この一着の革ジャンからいろんなことがああの目に分かるっていうか体感するようになってそこからあ今のようなね作品作りが続いてるんですけどもね、うん、まあそんな感じでまあ昨日はあなんていうのなそのね見たままのことっていうのはもうあの映る目に映入ってくるものっていうのはあ すすごく分かるんですけどただその奥,奥にあるものっていうかそれがあ分かった時にすごくその魅力っていうかその場所の魅力とかをすごく感じたわけですね。なんかまあ違うた僕も観光はそんなに行かないんですけどもし観光とかね行った場合に、えー、そういうガイドさんとかあったらそれ、ね、やってみようかなと思うしあとまあ美術館とかね、えー、まあ最近はちょっと行けてないですけど美術館とか行って。 りするによくガイド音声ガイドとかってなんかあるじゃないですかあれを借りて見るのもやっぱりいいかなって思いましたね。だんんかそこのポンと置いている,いているものってあるじゃないですか僕自身もそうですよそのボビア・テーザーの写真をこう作品であのこのカメラでえね撮影してそれをブログに載せていっているわけじゃないですか。やっぱりその本当はその ものを見ていろんなことを感じてもらえるのがアートだと思うんですけどね。ただそこに導くためのそのナビゲートというかそういう役目っていうのもすごい大事だよなっていうのをね昨日一日歩きながらね感じました。まああの普段このこんな感じこれあの撮ってもあの撮てもらったんですけどね。僕はこういう感じでねいつもカメラを持って、え。ー まあ普段は物撮りが多いんでなんかそのかまあ大体ハットとかそういう作品をねえ箱に入れてえ照明当てていうのが多いんですけどまあまあこういう,うロケーションに出かける時もまあまあカメラま,あま,だまだちょっと撮り方は違うんですけどあのなんかこうねファインダー越しにですねえ構図を見つけるというか光を見つけるというか。 ね、いつもその駆け引きみたいな感じがあたまらなく好きですね、うん、まああのー、<laughs> 上手な方でもないんですけどねもうもうカメラ任せのところもありますけどね、うん、でまあこういう感じで撮影をしてここはまああのバンパー公園の日本庭園の中ですね、うん、もう日本庭園はねもう何回も足を運んでるんですけどえー、すごいね いいんですよもう日本の当時の50年前かの,あの技術の推移をあのもう日本政府が多分やってたと思うんですけどねその関わってたというかもうねだからその世界の要人の方々に、えー、もてなす場所っていうかそういう庭園やったんですけどねあのその当時のままあ残ってましてね、うん、あのー、もうすっかりいい感じの何て言うのもう行っても飽きないですね。うん やっぱりそういう飽きないものっていうか、あ、普遍的であっても、ずね、人口もっと当時、は人工的なものやったと思うんですけど。今もすごくこう、マッチしてて、まあ、なんかこう、森のようなっていうか。うん、あの箱庭のでかいやつ <laughs>。うん、中で、あの、思いましたね。えー、まあ、そんな感じでですね。あ、宮城さん、こんにちは。ありがとうございます。コメントいただきありがとうございます。ね、お付き合いいただきたありがとうございます。 ねえそんな感じでねえー、まあ、えー、まあ今日はですね、えー、そんなあなんかこう,こう解説というかそういううん伝えることの大切さみたいなのをお肌で感じたっていうことをですね、えー、まあ,あそれをちょっと今日は喋らせてもらってますけどね。えー、それではですね、えー、まああのー、もう百とまずね百回に向けて、えー、あと三回。 ね、多分まあこう言ったら今週ですよね、えー、なんていうのかな、12月の10日かなが100回だと思います。ね、もう連続でいろんなことを話してますね。うん、まあまあその時その時にひらめいたことをこういうのようにお伝えしている感じですけどね、まああここれがねこんなこう馴染んでこう言っているうちに、えー、価値あることをですね。 お伝えしていけると思いますしなんかこうね僕のこの配信を見ながらですねコメントを頂い,いたりとかしてキャッチボールもねなんかできるようなそういうコミュニティができれば最高やなと思います。でまあ大阪ですねいろいろまあ日の太陽等も真っ赤でしたけどね えー、そういうい感じで、えー、非常事態できてもますけどもね、えー、くれぐれもですね、えー、安心安全ポジティブにね、えー、今週も過ごしていただきたいなと思いますそれではまたお会いしましょうボビーでしたじゃあねバイ